キラーストリート、キラーストリート、キラーストリートはサザンオールスターズの14枚目のオリジナルアルバムであり、本作のディスク1の13曲目に収録されている楽曲名でもある。2005年10月5日発売。発売元は大したレーベル。キャッチコピーは、すごいの、ちょうだい。名番保証。2008年12月3日に再発売されている。 1985年の、鎌倉以来2枚目となる2枚組オリジナルアルバム。待たせてごめん。という触れ込みで、オリジナルアルバムとしては1998年の、桜以来約7年ぶり、ベストアルバム、バラット3、ザ・アルバム・オブ・ラブを含めても、約5年ぶりのアルバムとなり、ギターの大森隆の脱退後初のアルバムとなった。タイトルは、 ビクターエンタテインメントの青山レコーディングスタジオの前にある外縁西通りの通称キラー通りに由来。ジャケットやタイトルはビートルズのアビーロードのパロディであり、これがラストアルバムだという覚悟で作ったと桑田が述べたために鎌倉発売時同様、これがラストアルバムになるのではないかと解散説まで浮上していたが、桑田圭介が自身のラジオ番組、 桑田圭介のキャノン FM ワンダーランド、優しいよう遊び、イカ動番組で解散は絶対にないと解散説を一周し、また本発売後から行われた全国ツアー、みんなが好きです。の年末に行われた年越しライブでは死ぬまで続けます。とのコメントも残している。桑田はアルバム発売に合わせて出演したテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーションなどで シングル曲についてアルバム制作のために切り続けた胸を明かしており実質2003年からアルバムの先行シングルとしてリリースされていたものであるシングル収録曲がカップリング曲含め12曲とベストアルバム並みの多さになっているがアルバムのレコーディングに時間がかかったためにやむなくリリースされたものである総レコーディング時間は前作 桜の3000時間を上回る3300時間を費やした。なお、レコーディング時期は2003年から、本格的な歌入れは2004年からとされているが、録音された曲そのものは1999年頃に、桑田やマニピュレーターが、桑田のホームスタジオ、通称、猫に小判タジオで録音していたのをアレンジしたものや、桑田のソロアルバム、ロックロールヒーローからのアウトテイクのも、 含まれている。シングル曲にはすべてリマスタリングが施され、一部アレンジも加えられた。2枚組全30曲収録というボリュームのアルバムにすることが決めるまでは、もちろんこれほどのシングルを網羅することは考えていなかった。2004年頃から本格的に制作を始めるにあたり、とりあえずは質より量というコンセプトがあり、量があれば自然と 質も出てくるだろうという考えがあったことを、桑田はいくつかのインタビュー語っている。後年に、桑田は本作の一部の収録曲について、やや否定的な発言をしており、制作当時をデジタルを過信してしまった、マニアックにやりすぎてしまった、サザンの18番であるポップス、バラードに対して、自信を失いかけていたのかもしれないと振り返っている。また、桑田は本作について、 リリース当時も悪く言ってたんだよなと振り返り反省をしている。発売後の2009年初頭から2013年、夏までサザンは活動停止状態になったが、桑田はその理由の一つに本作品のことに言及し、このアルバムでサザンをオールスターズとしてできることをすべてやり尽くしたためと、ラジオで公言している。公式には、上記の期間を活動休止期間と定めているが、 実質的には2007年から2014年夏まで、公の場での活動は、限定的な活動に止まっていた。活動休止をしたこともあり、自作の武道まで、約10年間アルバムのリリースが途絶えることになる。初回版特典は、フィルムキラーストリートと題された、レコーディング風景を記録した DVD と、桑田自身によるセルフライナーノーツが付属。 2005年11月12日には LP3 枚組のアナログ版も発売された。当初は同時発売だったのだが、制作上の事情で発売が延期された。アナログ版購入特典として、アルバムジャケットとキラー通り歩道橋上で撮影され、プロモーション写真に使用されているサザンのアーティストビジュアルの2種が、縦横90センチ台の特大ポスターとして封入。 公式サイトでも一部掲載されている送電への発売に関するロングインタビューのブックレットも付属。なおこちらは公式で公開されているインタビューには未掲載の内容も含まれており、LP サイズと通常版よりライナーノーツのサイズが大きいといった相違がある。さらにジャケットにもそれぞれオリジナルのナンバリングがされている。発売延期になったシャイも込めてか。 コレクター向けのアナログ版は CD 版とは特典に大きな違いがある。従来通り、ジャケットや収録曲自体に相違はない。起発曲のテレビ出演に関しては、各収録作品のページを参照のこと。本作のレコーディングドキュメントと同年末にかけて行われたライブツアー、みんなが好きです。の東京ドーム公演の模様が DVD、フィルムキラーストリート ライブアット東京ドームとして翌年発売された。公式サイトでインタビュアーを務めた、カノアツシはサザンを象徴する言葉として、そんなことやらなくてもいいを挙げており、その上で2枚組のアルバムの発表、歌唱法、バラード、いわゆるエロ曲を含め、そんなことやらなくてもいいし、誰も想像していなかったことをやる。それがサザンオールスターズの偉大さなのだ。 しかしだからこそみんなを驚かせ、楽しませ、圧倒したのがサザンオールスターズのヒストリーである年このアルバムを究極のそんなことをやらなくてもいいサザンオールスターズの金字塔と呼ぶべきアルバムと評した。2005年10月17日付のオリコンチャートで863.3万枚を売り上げて1位を獲得し、登場6週目である同年11月15日付の 同チャートでオリジナルアルバムとしてはヤングラブ以来9年ぶりのミリオンセラーを達成した。2008年までに累計112.8万枚を売り上げている。2枚組をオリジナルアルバムによるミリオンセラーはビーズのザ・セブンス・ブルーズ以来11年8ヶ月ぶり通算2作目の快挙となった。活動歴が四半世紀以上のアーティストによるミリオン突破は ベストアルバムでは自身の海の家をはじめ、井上陽水のゴールデンベストや小田和正の自己ベストなどの例があるものの、オリジナルアルバムでの達成はオリコン史上初である。これまでの記録は松谷由美のキャトマンデュのデビューから23年6ヶ月が最長記録で、今回はそれを遥かに上回る27年と5ヶ月という記録を打ち立てた。 オリコンによる本作の登場回数は48回である。企発曲のミュージックビデオに関しては、各収録作品のページを参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。